たらもう宇宙船に間に合いませんので、うん、そうですよ、もう間に合わないよ。はい、じゃあ前島君のこと書いとくから。誰が上手に作ったか今日みんな自分で判断してもらうんだから。カレンダーセロテープってくっつけろ。自分で作るのやだ。はい、鈴木さんのです。ちょっと待って、なるほどね、賢いやり方だね、それを。先に大判から形を作っておいて、後で切って整えると。まあ、そういう方法もあるんですけどね、実はそれでは。よし、持ってこい。もう時間だぞ、もうこれで。それじゃダメだぞ、ファイブ。それでくっつけたら、こっち回ってこい、肩。肩、そっち行け、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 行け。こっち回ってこい。こっちもう持ってこいっての、お前は。いいよ、あとはもう時間だもんね。先生に任せない。いや任せない、もう僕任せる。任せられても困る。じゃテープつけてもらう。よし、ここでやれ。ではコンテストします。この中で今日はパラボラアンテナを一番上手に作った人は誰かということですが、じゃあこれが誰だった、岡崎さんで、これが勝田君ね。じゃあ今日はこの5人の人で中で一番上手な人は誰かを皆さんに決めてもらいます。まあ誰、名前言いません。これはちょっと面白いですね。これは宇宙を見るときにこの長細くしてね、なんか音を聞くときだなって、もうなるなって、これ音を聞くんですけどね、パラボラなんて。これは大きくてかなり面白いですね。ちゃんとこう先生の作ったのと比べてみると、こうなるほど、だいぶ近いですねってことになるわけですね。でこの人はちょっとね、まあ2つに分けてね、パーツを2つに分けて組み立てた、ちょっと面白い作り方です。新しい技術です、これは。でこの人のは、まあパラボラというよりもなんか筒に近いですね。これでこうジュースに入れてスッと飲むと飲めるんじゃないかと思うような感じです。でこの人は小さいですけども非常に面白い作り方なんです。じゃあコンテストします。まずこれとこれどっちが上手か決めてもらいます。右と左、手を挙げてください。右の方がいいと思う人、左の方がいいと思う人、左の勝ち。じゃあこれとこれ見ましたね。右の方がいいと思う人、左の方がいいと思う人、右の勝ち。じゃあ残ったこれとこれとこれ勝負します。右と左、これちょっと小さいですけど非常にね賢い作り方したんですよ。これ惜しかったんですよ。右の方がいいと思うんですか、左、左の勝ち。ではいよいよ決勝戦です。いい、右と左、右と左、さあ右と左どっちがいいでしょうか。これいいね、右の方がいいと思う人、左の方がいいと思う人、左の勝ち。では今日のチャンプはこのパラボラアンテナを作った岡崎さんにと決まりました。ではみんな叩いてください、手を。で今日はプレゼントがあります。でちょっとアフさん一つファンを持ってきてください。小さい今僕のところで回ってるやつがいいと思う、どうでもいいけども、はい、今日は商品付き。何がバサ、バサ、あはどうでもいいよ、どれでもいいよ。はい、切っちゃった。でそれでもいいよ。よし、今日は岡崎さんにプレゼントあげます、では、今日の商品、何それ、扇風機。みんなパーン、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 パーン。じゃあ、おめでとうございます。みんな、一応手と体感、来年夏も夏も持ってる、まだ人生は長いんだから。じゃあ、ちょっと聞きますが、じゃあ、正しくはどうやって作る、正しいってわけじゃませんけども、どういうふうに作るかということをこうちょっと簡単に説明しておきます。今皆さんにこういう紙をあげます。いい、で勝田君はねこれまで作ったんだよ。だから見ててよ、いい、これをこれから作ってもらうから、こうしてね周りを切ります。そして丸い形を作ります。円と言います。円、そしてこういうふうに切りますね。こっちで作ったら少しある、よく見ててよ作り方。いいか勝田君、ほい、そうで、ここまで丸を作ったら
真ん中にこうもう一本黒いあの線が入ってますので、あそこに切る、ここを切るんです。え、ここを切るんです。で丸の中に切っといて、あれをあとはこれをどん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 くっつけていきます。これは何というか傘みたいね、笠子地蔵の傘、これをどん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 やっていくと、まあ、さらにぐる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 くっつけていくと、こうするとお皿みたいになるね。でなんとなくパラパラってなる。コマみたいになる。え？そう、コマにも見えるね。さらにこれをどん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 やっていきますと、さあもっとくっつけていくと、どん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 こういうふうにね回していくと、実は誕生日の時に使う三角棒になるんです。ああさパーンって。ほらパーンってやるやつ。それでもうじきクリスマスでしょ。でこれかぶってね、だクリスマスパーティーをやって、ね、こういう帽子もできます。ね、あとさ誕生日。であとでこれを広げるとこうなって、まあだいたいこの辺だったらさっきの先生と同じでしょ。でここまでできたら、あのセロテープでここをこうくっつけます。そうするとかできますね。そこで皆さんに1枚ずつこの紙あげますので、今日はみんな自分でそのこのパラパラアンテナの形を自分で、あれえもう一回作るの、もう今度は本当に、ね、先生の教えたやり方で作ってみて、そうするとできるか。残念、はい、え先生の教えたやり方、そう、マールでいいの、どうぞ作ってマールを切るんだよ。あのさ線を切る、先生が教えたやり方で本当にいいの。そうですよ、やってみてごらん。セロテープはじゃあ今度後ろに置いといてあげるから。いや本当は簡単なやり方だったんだ。そうなんだよ、なあんたはもう素晴らしい才能を持ってるから、まあどんなんでもお伺いできちゃうよ。結構みんな時間をかけてたけど、それで真ん中の黒い線を切るんだぞ、前島くん。そう、縦に切っていく。一気にそうしてた、もう一番あるかもしれなかった。よく見て、そう、であのセルテープちょっと見てごらん、できたでしょ。ここまで、じゃじゃん。それでくるくるっとこう丸めていってごらん。そうそう、いいよ、セルテープちょっと見てごらん。今度は上手にできたでしょ。実は先生もね、さっきその方法で作ったんです。まず丸い形、頭大きい紙なんでしょ先生。大きいか、頭使ったの。おお、あぶねあぶね、そっち行っちゃいかん、そっち行っちゃいかん、中に触ったらいいか、ほっぺた中だぞ。さあ、あった、もう終わった。それいかんの、先生がダメだよって言ったらやっちゃダメなの。いいか、何もなってないといい。じゃあ自分の席から座ってよ。ハクさん、じゃあこれ返しといて。こっちから回って。高田君、それから前島君、名前書いて。これはね、みんな持って帰ろう。いいか。ということで、皆さんは今日はこういう形、名前だけちょっと覚えておいてよ。これ難しい名前がついてまして。円錐、言ってごらん。円錐。円錐。じゃあ円錐という言葉言ってみなさん、はい。円錐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 。またどっかでこの言葉出てきますから覚えておいてください。
じゃあ今日の勉強に入ります。小さいカードをその、こう、また、ちょっとした違いが。